大阪府立成城高等学校は、大阪府大阪市上等区にある公立の高等学校。全日制の工業高等学校として設置され、その後に定時制の併設がなされ、クリエイティブスクール3部の高等学校への改装を経て、全日制と定時制の総合学科を有する高等学校になった。2007年度からは、大阪成形大学との広大連携制度を、 実施している。2016年度よりエンパワーメントスクールに改編された。大阪府立高校としては8番目の工業高等学校として1959年に大阪府立成城工業高等学校の名称で開校した。当初は全日制課程のみだったが1963年に定時制課程を併設した。定時制課程は 通常のクラスのほか技能連携校にも在籍して、技能連携校で学習した工業科目の一部を高校の履修科目として認める技能連携クラスを別枠で募集していた。府立高等学校特色づくり、再編整備計画により、2005年にクリエイティブ、スクールの過程を持つ大阪府立成城高等学校に改編され、2012年度からは、 クリエイティブスクール I2 部が、食べ性定時性から全日性総合学科へ、クリエイティブスクール3部が定時性総合学科に改編された。2012年度より、全日性総合学科系列となる2012年度より、夜間定時性総合学科。ありがとうございます。